ぷーぷーぬぬだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。ぬぬさん、はい、今日運転してもらっているアルファードなんですけれども、はいはい、こちらがちょうど納車からもう1年が経ちました。早っついこの前納車したと思ったらもう1年か。早いね。早いですよね、うん、ちなみにぬぬファクトリーはね、はい、8月24日をもって、はい、3年立ちましたよ ね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いよいよ4期目突入でございます。はい、はい、じゃあ今日の動画の趣旨をお願いします。はい、今日はですね、先ほども言いましたが、こちらのアルファード納車されて1年が経過しましたので、私的に1年乗ってみて感想をあれこれ喋りたいなと思っています。そしてですね、ちょうど今ガソリンが全然ない状態なので、給油をしてから燃費計測も改めてやっていこうかなと思います。はい、今現在は 13.2 キロとなっております。はい、まあでもこの大きさだったりとか考えると、まあまあいい方なんではないかなと思いますが、まあ、今回もですね、ちょっと高速道路に乗って高速での燃費っていうところを重点的に見ていきます。これから詳しく解説してもらうんですけど、はい、まずこの1年間アルファード乗り続けてみていかがでしたか？うん、いやもうね、優勝この車本当にマジで買って1ミリも後悔してない。もう本当に去年の8月ですね、納車した時はそこまで出張とかも実は多くなかったんですね。まあ、街乗りでそんなに使うかと言われればそうでもないような、出番あるのかなぐらいに思っていたんですけど、まあ、なんとタイミングというものは素晴らしいですね。もう納車されてからもいきなり出張が増えました。しかも遠征の出張ね、結構遠い出張が増えて、もうこの子出番バリバリ多いです。アルファードが活躍する機会が増えたという、はい、ことだと思うんですけど、はい、まあ、今後2年目以降、うん、アルファードも乗り続けるかどうかっていうところも、うん、今日は動画の最後ら辺でまたジャッジしていただきますので、うんうんうん、そうですね、走行距離見てもらえばどんだけ愛用してるかが分かると思うんですけど、現在 17,215 キロ。やばくない？1年間で。でアルファードって、はい、まあ、いやらしい話ですけど、うん、リセール高いじゃないですか。うん、そうだね。まあそろそろ1年乗って、うん、売るっていう選択肢も、うん、なくはないと思うんですよ。そうだね。ですので、うん、そのあたりもちょっと、うん、ジャッジしてもらえたらと思いますので。はい、わかりました。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでガソリンスタンドに着きましたので、これから給油していきます。はい、じゃあぬぬさん早速ですが、はい、よろしくお願いします。お願いします。最近40系のアルファードベルファイア、はい、うんうんうん、結構増えましたよね。いやーね、もうなんか優越感がなくなってきた先に買った組としては。そう、まあ、ぶっちゃけね、やっぱり新型車はもう全然街中走ってない中で私だけこれに乗ってるとっていう、なんかちょっと優越感があったんですけど、最近はもう見慣れてきましたし、そういったこともなくなってきましたね。たまたま僕らは40アルファード、うん、そうだね、納車早かったですけど、はいはい、これ結構よくコメント欄で言われますけど、忖度とかないですよね。うん、ないね。だから同じディーラーで今250のランクルもオーダーしてて納車待ちなんですけど、うん、逆に250は全然来ない。全然来ないですよ、ね。うん、だってもう街中でチラチラ見てるのになぜ来ないのって思ってる逆に250は優越感に浸れないですね。そうなんだよね。発売してすぐ注文ということで言ってるので、なんか私だけめちゃめちゃ早いとか忖度あるとかそういうのはないと思います。ないですよね。はい、当然抽選とか、うん、納車の抽選とかも、はい、全部当然同じ条件で、そう、はい、参加させてもらってますし、うん、で確かランクル250に関しては、うん、まあ、うちの会社は今、うん、抽選に外れちゃって、うん、納車抽選が遅れてるという感じなの で、はい、結構まだまだ先だとは思われます。うんうん、まあ、年末来たらいいなって感じだよね。年内がいいです ね。はい、ちなみにその最近よく見かける40アルベルなんですけど、はい、アルファードの方が多いと思いませんか？うん、私もそう思う。うん、ベルファイア少ないよね。一応ちょっと気になって調べてみたんですけど、うんうん、先月の新車売上台数ランキングで、うん、ベルファイアよりもアルファードの方が台数差が2倍になっているので、うん、一言で言うとアルファードの方がどちらかというと人気なのかなと。なるほどね。これヌーさんどう思いますか？なんでアルファードの方が多いのかなっていうところなんですけど。そうね、まずベルファイアのグレードが Z プレミアとエグゼクティブしかないんですね。
で Z プレミアの方がやっぱり狙い目じゃないですか。あ、そうですね、エグゼクティブはちょっといいかなっていう人も多いですよね。でただその Z プレミアが 2.4 リッターのターボだけなんですよ、うんうん、逆にアルファードはそういうターボ設定がないんですね、うんうん、そうで 2.4 リッターターボになると、まあ、確かに加速とかはいいですよ、うん、走りの面とか荷物たくさん乗ってても坂道ぐんぐん登ってくれるとかそういうのもありますけど、その分燃費が悪くなっちゃうんですよ。あ、確かにそれはあるかもしれないですね。そうそう、この車でも 13.2 ぐらいだったので 2.4 リッターのターボってなるともっとこう燃費が悪くなっちゃうんですね。でそうするとだいぶちょっときついですよね。今ガソリン代も高騰している中で燃費もこれより下がるってなるとやっぱりアルファードの方がいいんではないかっていう人が多いので、アルファードの方が売れてるんじゃないかなって私的には思ってます。実際、うん、40のアルベルって、うん、街乗りでも全然使われると思うんですね、うんうんうん、そうなると街乗り燃費が、はい、ベルファイアの Z プレミアの方だけ、うん、結構悪いってなっちゃうと、うん、確かにそこは選択肢として外れる可能性はありますよね、うんうんうん、でも私はベルファイアにしか設定がないサンセットブラウンの内装とかめちゃくちゃ好きなので、うん、まあ、ベルファイアもすごいかっこいいなとは思ってます。ホイールもすごいかっこいいですね。そうそう、ホイールのデザインもかっこいいですし、まあ、確か1インチアップでしたもんね。そう、なんかこうよりスポーティーゴージャスみたいな感じの見た目なんですよね、ベルファイアの方が。だから本当はね、まあ、ぶっちゃけ言うとベルファイアを狙ってた最初は、うん、なんだけどやっぱりオーダーの段階ではベルファイアの方が人気で、アルファードのエグゼクティブだったら抽選に取りやすいかもよっていうことでこちらの車を注文しました。だから本当はねベルファイアが良かったっていうのが正直な意見。確かにカタログも来てるか来てないか分かんないという時に、うん、そうそう、アルベルどっちか選びましょうっていう段階でしたから、うん、まあ、後々ベルファイアの方がかっこいいじゃんみたいなのちょっとありましたね、うん、そうだよね。まあでも今となってはやっぱり出張も増えてスタッフも増えたので、まあ、このアルファードのエグゼクティブで良かったかなとは思ってます。ではそんな40アルファードベルファイアなんですけれども、はい、1年間乗ってみての評価、うん、はいはい、この辺ちょっと教えていただきます。はい、じゃあまず外装ですね、うん、アルファードの外装1年経ってみてヌーさん、うん、いかがですか。アルファードの外装ね1年経ったけど全然飽きがないです。もう本当にね最初から今までずっとこうお気に入りを貫いてます。結構こうプレスラインとかも美しい感じのねカーブを描いてたりとか、まあ、あとここのメッキだよね、もう前々からずっと言ってるけどやっぱり運転席からもチラリと見えるんですよ、うん、で結構太陽とか当たるとキラキラってなっててとっても綺麗だしかっこいいので、まあ、この辺りとかも気に入ってます。あと窓の形状とかもサイドから見ると一回上がるんだけどリアの方にかけてこう絞られていく感じとかすごい細かいところまで作り込まれててめちゃくちゃかっこいいなと思います、うん、ホイールとかもエグゼクティブラウンジ専用のデザインになってますので、まあ、そのあたりとかもかっこいいですしずっとお気に入りですね。そのメッキなんですけど、はいはい、窓下げて駐車券取るときとか、うん、そう熱いのよこの前名古屋でやったよね。ありましたね、うん、駐車券取るときにもここ熱々になってて気づかず手を伸ばしてここ熱いってなったあれ危ないっすよね。危ないね。ちょっと夏はちょっと大敵ですね。やけど注意ですね。やけど注意。じゃあまあ外装は概ね気に入ってると、うん、そうそうそう。ちなみに40系のこのアルファードでどの部分が一番好きですか、はい、やっぱグリルかな。グリルとヘッドライトのあの一体感、あれがねなんか今までなかったじゃないですか、グリルとヘッドライトがこう一体化してるっていうのが。だからすごい斬新な感じだしなんかこう近未来感があって今でもすごい好きなデザインです。一発で40系だって分かるポイントではありますよね、うんうん、そうだね。だけどなんかこう先代の面影も残しつつっていうのがすごいなんかバランスが取れてていいなと思ってます。うん、リアのテールライトもアルファードの場合は結構こう細かいこうなんかジュエリーみたいなポツ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 ってなってるから夜の光り方とかすっごい綺麗なんですよね、うん、高速道路とかパーキングとか夜止めるともう40のアルファードとか結構増えてるんで見ますけどいつ見てもかっこいいなと思ってます、はいでは続いて、はい、内装の評価、うん、こちらお願いします。はい、内装はですね、まあ、内装も概ね気に入ってはいるんですけどここだけ物申したいことがありまして、ほうほう、はい、30系と比べるとやや内装がチープかなと思ってしまってます。ま
それは30の同じエグゼクティブと比べて、うん、そうそうそう、例えばですけどドリンクホルダー、うん、ドリンクホルダーのところもプラスチックなんです音がそう音がで、あとはこのウィンドウスイッチ周り、ここもまあ樹脂が使われていたりとか、あとエアコンの吹き出し口とかもさ、結構こうメッキとかが全然ない感じでちょっと寂しい感じなんですよね。だから若干こう30系のエグゼクティブと比べた時に少しチープな感じにはなってしまったかなと思います。確かに中間グレードで、うん、スイッチ周りだけプラスチックとか、うんうんうん、差別化でやるならわかるかもしれないんですけど、ね、ちょっとエグゼクティブですからね、うん、このグレード一応、そうそう、最上級グレードだからこそもうちょっとこう特別感というかゴージャス感を出してほしかったなとは思っていますが、まあ、これが決定的にこの車も売却したいとかそういうことにはならないので、うん、あとは慣れてきたっていうのもありますし、まあ、そこまで今は気にしてないんですけど最初乗った時はそう思いました、はい、で内装で一番気に入ってるのは、まあ、これ外装にも入っちゃうかもしれないんだけど、このツインのパノラマルーフ、これ本当にね好き。私この車買ってから家族全員で出かけることって結構増えたんですよ、はい、で今まではもうちっちゃい車とかねセダンとかしかなかったから家族みんなで出かけるってなると2台で出かけるとかそういう時が多かったんですけど、はい、この車だとみんな乗れるので1台でみんなで乗っていくっていうことが増えまして、やっぱりねそういう時もこのパノラマルーフがあるとすごいなんか雰囲気も明るくなるんですよ、このドライブの、まあ、今も空いてると思うんですけど、なんかねこう会話も弾むし、なんかとっても気持ちよくドライブできるので、このツインルーフはめちゃくちゃ気に入ってます。逆にこの2列目のエグゼクティブシート、はい、このあたりはいかがですか？申し分ないかなと思います。うん、申し分ないんだけど、3列目に人が乗るときにこう2列目のシート前まで出さないといけないじゃないですか、乗り降りするとき、はい、それがまあ若干遅いかなっていう。30系と比べるとこうパワーシートの速度っていうのも速くはなってるんですけど、まあ、若干遅いかなって、手動でもいいんじゃないかなと思います。でもね手動はやっぱりエグゼクティブっていうグレード考えるとないなと思うんですごい難しいところなんですけど、まあマッサージも入ってるし重いですからね。そうなんだよ、だから仕方がないんだけど、もうちょっとスピードが上がるとより使いやすいなと思ってます。エグゼクティブだから仕方ないっていうのはありますけど、うんうん、オークスルーができないっていうのもまあちょっと残念ですか。あ、そうだね、やっぱりねイッチも最近まあちょっと車格は違いますけどステップワゴン買ったんですよ。でステップワゴンはやっぱりウォークスルーできるんですっごいいいなと思います。こうすぐ3列目にさっと行けるし、乗り降りする時もすごく楽だし、やっぱりウォークスルーできたらよりいいなと思いますね。その3列目なんですけど、はい、家族と乗る時なんかは、うん、3列目の評判とかどうですか？あのねやっぱり3列目って狭いっていうイメージがすごいあるじゃないですか、はい、だけど意外と広いっていう声結構聞きます。 あとはその3列目のシートだけペラペラっていう車もよくありますよね、うん、だけど3列目までしっかりこうふわふわで乗り心地がいいって言いますし、あとねこう伸縮性も結構高まったんですよ今回から。だから3列目にいてもちゃんと運転席の人と会話ができる、もう静かだから、その辺とかも含めてかなり乗り心地はいいと言ってもらえます。はい、じゃあ家族からの評判っていうのは、うんうん、アルファードいかがでしょうか？もうバッチリバッチリもうねみんなこのアルファード頼りにしてるから、結構みんなで出かけるときもちろんアルファードでしょみたいな感じの雰囲気になりますね。そうそう、ちなみに僕は、うん、この2列目に行くときに、はい、あの天井が黒くなるんですよね。ああそうだね、これが結構気に入ってるというか、うんうんうん、まあ、なんかこう差別化できてますよね、うん、運転席側と後ろとって結構差別化できてるのでいいなと思ってます。ではそれではヌヌさん、はい、次は安全装備、はい、この辺はいかがでしょうか？もう安全装備ね申し分ないです。お、はい、まずはねアドバンスドドライブ、もうこれはねもうすごいよ。全車速追従機能付き、停止保持付き、そして渋滞中も使えるって、この3拍子揃ってますからめちゃくちゃすごい。もうステアリングの制御もねちょうどいい感じにしてくれるんですよ。なので本当手を添えてるだけでもうほぼ自動運転みたいな感じですね。まあ、実際渋滞中はハンズフリーで運転できますしね、うん、そうそうそう。で本当に
この車で例えば広島行ったりとか、まあ、名古屋大阪とかね、結構いろんなところ行ってるんですよ、遠方に。でもやっぱりね、そういう時も全然疲れない。この機能なかったらアルファードで広島まで行こうとは思わなかったかもしれない。そうですよね、うん、もうそれだけ結構重要な機能ですね。で、高速道路ではこのアドバンストドライブが大活躍しますし、下道ではプロアクティブドライビングアシスト、これがですねめちゃくちゃ優秀なんですよ。これもすごいですよね。そうで、やっぱりね、大きさとかを考えると下道走るときはこの車結構気を使います。で、例えばこう人が飛び出してきちゃったりとか、前の車が急に減速したとか、そういう時もこっちのアルファードの方がそれを検知して避けつつブレーキをかけてくれるっていう風にしてくれるので、すごい安心感ありますし、ぶっちゃけ言うと何回か助けられたこともあります。ヒヤッとしたなと。そうそうそう、この1年間でプロアクティブドライビングアシスト使ってて、うん、あ、よかったなって思う時が結構あったと、うん、そうだね。で、あとはこう初めての道もやっぱり走るんですよ。初めて行った地方とかね、 ありますね、うん、そういう時ってちょっと怖いじゃないですか、はい、でもそういう時もやっぱりプロアクティブドライビングアシストついてるととても安心感がありますね。で、最近知ったんですけど、やっぱりこういう安全装備ってなんか効きすぎちゃって逆にやりづらいという時ありません？ありますね。なんか自分の感覚とすごいずれてる時ありますよね、はい、で、そういう時プロアクティブドライビングアシストはナビ画面からその効き具合の調整ができるんですね。あ、そうなんですか。そうそう、最近私もそれ知ったんだけど、だからもしなんか効きすぎてやりづらいなとか逆に遅すぎるなとかある人はこのナビ画面からちょっと設定してみてください。続いては、うん、インターフェース、うんうん、ナビとかですね、そのあたり使いやすさとか、はい、うんうん、これは1年経っていかがでしょうか。はい、じゃあまずナビの方からですね、はい、ナビはですねめちゃくちゃ使いやすい。もうめちゃめちゃ大画面ですし、結構ねこうタッチ操作とかもサクサクサクってできるのですごい使いやすいです、はい、あとは音声案内もついてますので、これもね結構重宝してます。走ってる途中とかにも音声案内使えば目的地検索とかもできますので、これ結構便利機能ですね。音声案内っていうのは、はい、あのヘイ、あれですよねそう、ヘイトヨタ、目的地検索、どこに行きますか。東京ディズニーランド、あ、行きたいな。東京ディズニーランドに案内しますか。はい、案内を開始します、はい。で、まあ、これはですね、まあ、向いてる人向いてない人それぞれいまして、私は多分向いてないです。滑舌が悪いんでいつも読み取ってもらえないですただ今日はうまくいきましたね。で、あとエアコン下げたりとか窓閉めてとかそういうのもできるんですけど、まあ、多分自分でやった方が早いです。早いですけど、まあ、手を動かさずに口だけで指示出しができるので、まあ、便利は便利かなと思います。ちなみに2列目 の、うんうん、あのタブレット、はいはい、あれはいかがですか。あれね、まあ、あれも便利よ。便利だけど、まあ、多分自分でやった方が早いからいつも手動でやっちゃう、うん、だけどライト類とかはこの車高いから、はいはい、ライトまで手を伸ばすのが結構大変だったりするので、うん、特にこうシートを寝かしてる時とかは、はいはい、そういう時はあのリモコンでやっちゃう。本当じゃあテレビのリモコン操作する感覚じゃないけど、そう、 そう、 そ う、 そ う、 そう、どうしても動きたくない時はやる。なるほどあとはですね、これ月額料金になってしまうんですけど、スマホから遠隔操作で車にわざわざ行かなくても先にエアコンをつけたりということもできます。もうこれね、今の時期めちゃくちゃ便利です。ここに着いてからエンジンかけるともうしばらく冷えるまで時間かかるじゃないですか。まあでかい車ですしね。そう、ちなみにこれシートヒーターとか、うん、その辺なんかもあらかじめ起動できますもんね。あ、そうそう、なんとかホットみたいなのあるよね。そう、なんかシートクーラーとかシートヒーターも遠隔で操作できます。なので本当乗り込んだ時はもうめちゃめちゃ涼しくて快適っていう状態にできるので、これもかなり便利です。あとは月額料金払わなくてもハザードを焚いたりとかもできるんですね。で、例えば大きな駐車場、イオンの駐車場とかで、まあ、特にアルファードとかいっぱいいるのでどれだろうってなりますよね。そういう時もそのスマホからハザードを焚いて、あ、これだっていう風に分かるので、これもね結構大事な機能ですよね。
あとはこのロックがかかってない時とかメールでお知らせしてくれたりもします。でやっぱり盗難されやすい車種になりますので、そういう細かいところの情報っていうのもかなり安心感があります。まあ、今現在の止まっている位置なんかも、うん、スマホから確認ができますよね。そうそうそう、盗難対策っていうのが一番この車難しいところだと思うので、まあね、メールでお知らせしてくれると安心感あります。インターフェースに関しても、うん、概ね満足と。はい、大満足です。じゃあ続いてはユーティリティですね、うん、はい、このアルファードの居住性だったりとか、うんうん、荷物の積み下ろし、うん、その辺なんかを評価してください、うん、はい、もう居住性はもうめちゃめちゃ快適なので大満足です、うん、もう本当申し分ない。で荷物の入りやすさなんですけど、3列目がこの車跳ね上げ式になるので、そこまでその荷物は入らないんじゃないかっていう想定だったんですけど、この車でイベントに行くこともあって荷物全部この車に積んで1台で行くっていうことも結構あるんですね。その時に割とたくさん荷物が入るんですよ。もうヌヌファクトリーのバケツとかねそういうの入れてるんですけど、意外と荷物が入ることに驚きを隠せない。まあエグゼクティブラウンジなので、そう当初そういう使い方は想定してなかったんですけど、そうだね、うん、やっぱりイベントのご依頼とか増えて、うん、うちの商品積んで どっかで遠くまで行かなきゃいけないって結構、うん、増えましたよね。増えた増えた。それも嬉しい誤算じゃないですけど、うん、意外と積めると。そう、それはねびっくりしました。そう、床下収納じゃないのに意外と積めるっていうね。そう、この車ねオプションでユニバーサルステップつけたんですよ、はい、ユニバーサルステップやっぱりうちのおばあちゃん96歳のおばあちゃんがいますので、そのおばあちゃんのためにつけたんですけど、あのおばあちゃんが乗るときはめちゃくちゃ乗りやすいって好評いただいてるんですけど、やっぱり、まあ、普通の身長の我々が乗るとたまにすねをぶつけそうになります。で最近はもう慣れてきたんですねぶつけなくなりましたけど、割と納車されてすぐのときはみんなすねぶつけてた。結構みんなやってましたよねそう、あれがね地味に痛いんだよね。じゃあユニバーサルステップは、うん、本当におじいちゃんおばあちゃんを乗せるだったり、うんうん、本当にちっちゃなお子さんを乗せるとか、うん、そういう想定がなければ、うん、別につけなくても問題ないという感じですかね。そうだね、まあ、ミニバンだしそもそもこう乗りやすいようにはなっているので、本当に必要な方だけつければいいんじゃないかなと思います、はい、一通りジャンル別に分けて評価していただいたんですが、うん、じゃああえてですね不満点、1年間乗っての不満点、この辺も教えてもらっていいですか。はい、不満点ざっくりと紹介していくと、まず一つ目ドライブモードですね、はい、この車エコとノーマルしかないんですよ、はい、でまあ、ちょっと物足りないなと思ってます。アルファードはまあいいんですよ、どのグレードもエコとノーマルしかなくても。まあハイブリッドですもんね。そう、ただベルファイアのジェットプレミア 2.4 リッターターボの方、あれもですねエコとノーマルしかないんですよ。あ、スポーツとかないんですか。ない。それはさちょっと違くないと思って、まあ、ちょっとねもうちょっとこう住み分けちゃんとしてほしかったなと思います。まあターボですもんね、うん、はい、でまあちょっと私が乗ってても少しこうドライブモード物足りない感はあります。はい、はい、で2つ目はですねこの A ピラーのアシストグリップ、はい、先代にはついていたんですが40系からなくなりました。まあ、これは、うん、ヌヌさん買ったばっかの時から結構言ってましたね。そうそう、はい、でやっぱりねこう乗り降りするときここにグリップあった方がやりやすいんですよね、うん、で洗車屋としては乗るときにこうドスンって乗りたくないんですよ。でましてやこの車アイボリーのシートになってますので、まあ、色移りだったりとか、まあ、痛みっていうところも気になってきますので、まあ、ここにアシストグリップあったらいいのになと思ってます。そうですね、はい、まあ、特にヌンさんみたいに女性オーナーが乗り降りするってなると、うんうん、まあ、男性に比べて当然乗りにくかったりしますから、うんうん、もうちょっとグリップ類はあった方がいいかもしれないですね。そうなんです、はい、そして3つ目はですね助手席のオットマン廃止になってしまったことですね。これもきついですね。そう、エグゼクティブだけでももう一回再開してほしい。やっぱりね助手席のオットマンは割と必要ですよ。だって助手席だけ何もさ装備ないじゃん後ろこんなに豪華なのにさ。だから、まあ、助手席のオットマン先代にはあったので、まあ、こちらにも再開してほしいなと思ってます。はい、まだありますか。まだあるのよ意外とあるぞ。そうで次はねドア系なんですけど、はい、あのリアゲートを開けていてサイドのスライドドア開けてる時あるじゃないですか。ありますね。そうでそういう時にリアゲートを先に開けてからスライドドア開けようとすると
まだリアゲートに人がいるよねっていうことで半開きに自動的にしてくれるんですよ。あ、スライドドアが半開きになっちゃうんですか。そうそうそう、はい、で私はさ全開に開くと思ってそのつもりで乗り込もうとするじゃん、うん、そしたら半開きしか開かないからさここがバーンってなったりとかさ結構するんですよ。でそれが地味に痛いんですね。まあ、ちなみにこれリアゲート閉める時もそうですよね。そう、リアゲート閉めてじゃあスライドドア乗ろうってなった時に、うんうん、リアゲートが閉まりきってないと、うん、スライドドアもう開ききらないんですよね。そう、順番逆でも同じことが起きるんですよ。なのでそこはねちょっと改善してほしい。安全装備なんでしょうけど、うん、ここは過剰と言いますか、うん、そうだね、もうちょっと緩くてもいいと思いました。まだあるんですけど、はい、トランクですね、パワートランクで開くのはいいんですけど、あのスイッチが見にくいんです。車体側にあるスイッチですね。そうです、はい、車体側のスイッチがピアノブラックなんですけどめちゃめちゃ見えなくて夜とかマジで見えないんですよね。まあ、一応ライトみたいなのつくんですけどね、うん、ただちょっと光量が足りない感じがするのでもうちょっと明るくしてほしいなと思ってます。あと社外品とかで、まあ、メッキをその部分につけるっていうこともできると思うのでいろいろやってみようかなと思っているんですけど、まあ、純正の状態でももう少しこう明るく分かりやすくしてくれるととてもやりやすいです。1年経って未だに気になる不満点はそんな感じですか。うん、そうだね、それくらいだね。もうだから本当概ね満足なんですけど細かい気になる点はまあちょこちょこありますね。はい、はい、この辺はこれから買う人の参考になるかもしれないですね。はい、はい、というわけで高速降りてお店に戻りましたので燃費を見ていきます。今日はですねだいたい80キロぐらい高速道路走りまして燃費の方は 18.5 となっております。高速使って 18.5 ぐらい走ってくれるとだいぶ助かりますね。はい、というわけで今回はこちらのアルファード納車して1年が経ちましたので1年間に私が思ったことをメリットデメリット含めてお伝えしていきました。ではヌーさん、はい、最初にも言いましたが、はい、このアルファード2年目というところで、うん、今後はいかがなさいますか。はい、発表します。ドゥルルルンドゥン、まだ乗り続けます。売却はしない。はい、売却はせずまだ乗り続けます。というのもやっぱり遠方での出張のお仕事とかがこの車が来てからかなり増えたんですよね。それと今現在この車に代わる車がいないというところもありますのでまだまだ乗り続けていこうかなと思います。あとはランクル250の納車とかもあるんですけどやっぱり居住空間とかはこっちのアルファードには勝てないかなと思ってますのでまだ乗り続けていきます。まあ、どうしてもどんどん月日が経っていくとリセールは下がってきてしまうんですけど、まあ、でもリセールが下がったとしてもそれだけ快適な乗り心地でいろんなところに行けますのでこれからも大事に乗っていこうかなと思います。今日言った1年間での感想っていうのはこれからアルファードを買いたいという方も中にはいらっしゃるかもしれませんのでぜひ参考にしてみてください。それでは今日はこの辺でヌヌでした。バイバーイ。